デシャット特番4月25日アップデート情報。よいしょ、今日はよいしょと言ってみました。どうも、はい、サオでございます。どうも、カレです。デシャ上のゴリさんです。よろしくお願いします。元気ですね、今日。今日ファッション、今日はちょっと特別なんでいつものテンションが違います。今日ファッションがすごいですね、はい、気候もよろしいのでね。そうですね、はい、確かに、はい、というわけで本日もこのメンバーで最新情報をお伝えしていきます。はい、はい、次回4月25日アップデートはついに魔界温泉が登場です。さあ来ました、はい。まあ、サービス開始の頃からなんかささやかれてみんな待ってましたが、うんうん、そうですね、はい、そうですね。その魔界温泉というのが、はい、星さんから星5のチャイルド、はい、こちら、まあ、自分の持ってるチャイルドを温泉に入浴させて育成していけるというコンテンツになっております。はい、でさらに、はい、そのチャイルドを育成するだけではなくて、もちろん温泉というこのシチュエーションの中で、はいはいはい、いろんな好きなチャイルドを入浴させて大きさを変えたり配置を変えたりといった、大きさも変えられちゃうんですね。はい、そうなんですよ。見た目も楽しめるという、はい、そんな特別なコンテンツです。いいっすね。なんかスクショ撮ったりしてね、はい、なんかこんなシチュエーション作ってみましたみたいな楽しみ方もできるコンテンツなんですね。はい、とってもそう見た目でも楽しい、うん、すごい面白いコンテンツになってると思います。ツイッターで流行るやつですね。で、こちらの魔界温泉なんですけれども、夜の世界の開放と同時にもう入れちゃうみたいなので、うん、夜の世界に入場するための候補生レベル7以上にしておく必要がございます。はい、で、今から、魔界温泉について解説していく、はい、紹介していくんですけれども、はい、こちらのコンテンツですね、まだ開発中の段階のものなので変更がある可能性がございますので、そちらいつも通り注意してください。はい、それでは、魔界温泉の利用方法について紹介していきます。はい、よろしくお願いします。はい、ではまず夜の世界の中に、はい、の魔界温泉という場所がありますので、ありますね、タップしてください。はい、アップデートいきます。はい、もうもうあっと、おっ、あ、来ましたね。すごい、ここにあのいろんなその、はい、温泉入浴できる場所があるんですけども、はい、まずはみんなの露天風呂というところ行ってみましょうか。混浴ですね、行きましょうか。お、はい、入ってますね。行きます。あら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 、リザがなんかちょっと照れながらお出迎えという感じですね。ね、素晴らしいね。はい。で、ゴリさん、これ、はい、これ入浴させることできるんですね。あ、そうですね、はい。はい。ちょっと入浴させてみたいんですけど、はい、温泉に入れるキャラの制限みたいなものは、あ、これはあの、星3、星4、星5チャイルドで、はい、まあ、自分の持ってるチャイルドであれば入浴できます。はい、なるほど。はい。じゃあ、ここの入浴ってやつで間違いないと思うんで。あ、そうですね。そこを、はい、タップしてください。いきます。じゃあポモラをね、はいはいはい、好きなんで、うん、ちょっと入れてみようかなと思います。はい、お、お、入った。入りました。え、すごい。ちゃんと入ってますね。結構隠れちゃってますけど、はいはいはい、ね、なかなかいいですね。いいですね、入ってますね。はい、それであのこの入浴中のチャイルドを長押しすると、はい、長押し、はい、ちょっとあの明滅し始めるので、はい、これでその自由に、そうですね、あの移動ができたりとか、動きましたね。はい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 、あとこう。2本指を使って拡大をしたりとか、大変そうですね、でかい、さらに小さくもできます。あ、こんなミニチュアサイズな、かわいいですね。はい、はいはいはい、もう一回ちょっと大きくしてみてもらっていいですか。はい、大きくして、でダブルタップをタタンとタタン、あら、反転する。なるほど、なるほど、抜く方向もちゃんとね、はい、そうです、そうです。あら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 、こんな感じでちょっといろいろ妄想を膨らませながら、なるほど、いろいろ楽しむことができますね。フィギュアみたいな感じで配置できます、はい、そうですね。で、こちらの温泉の入浴している時なんですけども、はいはいはい、この画面の右側に、ボタンがあるのが分かりますかね。向き切り替え、はい、ちょっと試しに押してみてください。せい、おー、あー、なるほど、でかい、でかい、はい、なんとスマホの画面でもこういうふうにワイドの画面で、はい、楽しむことができます。いいですね。なるほど、なるほど。やっぱ横の方がいろんなキャラ映ります。そうです、そうです。はいはい、動く動く。あ、すごい。ちょ、ゴリさん。え、はい。失礼なんですけど、ちょっと触れてもいいですか。なんですか。はい。リザ以外なんか湯気濃くないですかこれ。確かに。あー、やっぱ分かります。ミス。湯気濃いっすよこれ。ミス、ね。そうなんですね。いや、分かってますよ。でも、はい、まあ、これは、はい、ちょっと理由があって、はい、一応消す方法ももちろんあります。あ、消す、なるほど、はい、これを消すためには、一度ですね、百鬼夜行というコンテンツをプレイしてもらう必要があります。なるほど。百鬼夜行で、温泉魔力というものを奪還して、はい、
魔力注入するとこの湯気を振り払うという力を、なるほど、魔力を得ると湯気がなくなる、湯気がなくなる、そうなんですよ、なるほど、魔の力で、よかった、ミスじゃなかったんです。一応これはあの世界観としてちゃんとストーリーもあるんです、はい、あるんです、ね、そうなんですね、はい、なるほど、今回あのちょっと紹介できなかったんですけど、はい、あのぜひあの魔界温泉に入った時にはそこも注目してみてください。なるほど、はい、ということで、こちらが、百鬼夜行でございます。はいはい、はい、もうなんか怖い感じですけど、ね、そうですね、そうですね、うん、もうね、なんか霊って書いてあるし魂って書いてある、夜行感、そうですね、何かが出てきそうな雰囲気では、まあ、百鬼夜行なんでね、はい、そうですね、まあ、間違いないんですよ、はい、そこら辺は。今こちら画面に映っている、はい、あのはい、ものは提灯なんですけども、あの提灯はですね、色によって属性が決まっていまして、はいはい、例えば赤であれば火属性とか、うん、そういう形になってまして、はい、あとは星3、星4、はい、星5とレアリティが分かれております。分かれてます。はい、この提灯を使って百鬼夜行をプレイするんですけども、はい、その属性と、レアリティによって獲得できる温泉魔力が変わってきます。はい、なるほど。例えば、赤い提灯であれば、はい、火属性のチャイルドの温泉魔力が手に入ります。なるほど、なるほど、はい、こんな形であの提灯を選択してプレイしていくという形になります。はい、例えば星3提灯であれば、はい、星3から星5の温泉魔力が、あ、一応5も出る、はい、いずれかが出てきます。はい、で星5の提灯だったら星5の温泉魔力は1個確定で出てきます。はい、なるほど、なるほど。でこれしかも無料夜行スタートって書いてあるんで、あ、うん、1回は、そうですね、1日1回は無料でできます。はい、はい、とりあえずもう行きましょう。あ、そうですね、行きましょう。説明がちょっと長くなってしまったので話したくてしょうがない。行きましょう。じゃあもうせかされてるんで、はい、まあ、この星5の黄色のやつをちょっと使って夜行していきたいんですけど、はい、説明聞いてないんですけど大丈夫ですか。そうですね、まずやりながら行ってみましょうか。ノリで行けばいいですか。もうなんか怖いですね、ホラゲーみたいなやつ。なんかホラゲーですね。はい、怖っ。何が出るやろ。これはびっくりとかあります。大丈夫ですか。おお、あ、来た来た来た、かわいい。何が何だこれ、何これ。あ、待って、あ、タップこれ、ま、はいはいはい、あ、そうですね、そのボタンを押す感じ。攻めてください。ボタンを押す感じで死にそうなんですけど、これなんか赤いの出てますね。これ何ですか、マジで。ゲージのところをうまく、ね、あー、終わってました。なんか爆発しました。アームズ出ました。アームズが。これ失敗ですか、今の。今失敗ですね。あ、失敗してるんですね。失敗しても。ただ、はい、温泉魔力はあの必ず手に入ります。なるほど。なるほど。成功すると、はい、まあ、この後ちょっと詳しく説明しますけど、はい、温泉コインというものが、温泉コイン、あの、入りましたね。それがボーナスでもらえる。今減らしましたね。じゃあ減ったしましたね、僕は。相対的に。あ、これ真ん中で止めればいいってことですか。そうですね。あの、ゲージがあるので、それをなるべく緑色で維持する、はい。なるほど。という形ですね。手汗がすごいですね。あ、来ました。来ました。あの、びっくりマーク、もう一回。なんかでかくないですか、さっき。あ、待って、怖い、怖い、怖い、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。あ、溜まってる、溜まってる。はい。あ、今コイン入りました。緊張するんだけど、まあ。あ、かわいい、すご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 い。はい、じゃあもうプロなんで。はいはい、これ星5ですね。お、お、なんかビッグマーク3つついてる。これは特別感がありますね。ビッグマーク、ビッグマークが。待って、待って、むずい、むずい、むずい。本当に緊張する。なになになに、誰。あー、なにこれ。え、待って待って待って、すごいの出ましたけど今、はい、アシュトレス出ました。アシュトレスも出たし、その前にその前になんかメイちゃんが、あれメイちゃんです か, んですか、はい、めちゃめちゃナイスバディになってましたけど、ホーガの契約者であるメイちゃんです、ね、メイちゃんです、はい、胸がどうしたんですかね。もう今回、はい、もうこのために、はい、特別に張り切って大きくしてしまいました、ね。はい、ありがたいですね。せっかくね、あの、アシュトレスちゃんも可愛いんで、めちゃめちゃ可愛いですね。めっちゃ可愛いんですよ。すごいな。あの、張り切って大きくしちゃったせいで霞んでしまったんですから、はい、こんな感じで星5のチャイルド出るんで。手が入ってますね。じゃあこれを実際、はい、ちょっと湯気を晴らしに行ってみましょう。これ晴らしてるんですね、じゃあこれで、はい、晴らしに行きましょう。それではアシュトレスを入浴させてみましょうか。晴れてますね。そうですね、はい、これポンつってで入れて、お、あ、あ、なんか出てる、なんか出てる、はいはいはい、この魔力注入をしていただいて、はい、これ注入しちゃっていいんですね。おー、来た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 、受け入れろ、俺の魔力。おー、はい、いいっすね、なんか湯気が晴れるとお得感ありますからね。晴れたし、アシュトレスがすごくいい、すごく可愛いですね。めちゃくちゃ可愛い、やばい、可愛い可愛い
さらに、はい、湯気が晴れるだけではなくて、はい、火力増幅というものがあるんですけども、今回その、温泉魔力を、はい、重ねて手に入れていくと、複数ですね。そうですね、複数手に入れていくと、好感度レベルの上限が上がっていきます。はい、なるほど。はい、その好感度っていうものがどういうものかをちょっと説明したいので、はい、一応ちょっと詳細ボタンというのをちょっと押してもらっていいですか。かしこまりました。各チャイルドには好感度レベルというのがありまして、ありますね、下ですね。はい、これを貯めていくと、はい、好感度レベルというものが上がって、好感度レベル、はい、チャイルドのステータスが、増加していきます。なるほど。じゃあこれ50分はステータスが上がるんですけど、それ以上に入れるとどんどん上がっていく、はい、そうですね。なるほど、なるほど。その通りです。好感度のレベルを上げるためには、はいはい、プレゼントを渡して好感度を上昇させていくと上がります。ありますね、はい、下に。じゃあ早速上げてみましょうか。上げましょう。はい、こんな感じでいろんなプレゼントがありますね。そうですね。難しい。あー、もう分かりました。これハートのやつですね。ハートのやつ。そうですね。このいろんな種類があるんですけども、はい、アイコンの左上にハートがついていると、はい、そのチャイルドのお気に入りなので、いいね、はい、好感度が上昇しやすいという、はい、見れますね、上がり幅も。はい、あ、そうですね、はい。じゃあこれを上げてしまって、はい、よろしいですね。いけ。おー、あー、じゃあ、結構上がりますね。かっこいい。はい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 。上がりかっこいい。ね、ステータスもね。すごいすごい。しっかり上がってる。あ、これはすごいわ。おぐっと思わ喜んでますね。喜んでますね。かわいいな。ぐっちょぶされましたね。はい。はい、で、この入浴なんですけど、うん、これ時間経過で完了になるみたいなイメージ。あ、そうですね。はい、こちらは、11時間で入浴完了となります。さっき入れて10時間47分になってます。はい、うん、あ。クリスタルを使ってでも、もちろん即時完了することは可能です。はい、はい、はい。じゃあ、もうこの画面に。入浴即時完了というものがあるので、はい、今回はこれ使ってみましょう。そうですね、はい、はい、いきます。ポイ。あ、入浴完了。あ、コインですね。ああ、好感度は上がんないんですね。そうですね、入浴完了でも温泉コインだけ手に入ります。はい、なるほど。ちなみにこの温泉コインさっきも出てきたと思うんですけど、はい、これ何に使うやつですかね。あ、これはですね、先ほどプレゼントを渡したと思うんですけども、はいはい、そういった温泉に関わるアイテムを温泉商店で購入するために使います。なるほど。温泉商店ですね。はい、実際ちょっとその温泉商店覗いてみましょうか。はい、はい、画面右上の方に、はい、温泉商店というアイコンがありますので、あります、はい、そちらをタップしてください。お、メイちゃん。メイちゃん、はい、メイちゃんいますね。結構ね、結構な頻度で出てくる可愛い契約者じゃん。そうなんですよ、めちゃめちゃ可愛いんですよ、はいはい、メイちゃん働き者なんで。そうです、はいはい、一応ここは温泉商店になってまして、はい、まあ、このようにプレゼントですとか、はい、先ほど百鬼夜行で使ったようなちょうちんの方も手に入ります。あ、なるほどなるほど、なるほど。こんな形で、チャイルドを入浴させて温泉コインを手に入れて、まあ、温泉商店に来て、はい、まあ、プレゼントを買っていくみたいな、まあ、こういったことが基本的な流れになるかなと思います。はい、そして、まあ、プレゼントをあげつつ、まあ、温泉魔力の複数の獲得を狙っていくみたいな感じのコンテンツですかね。はい、その通りです。はい、というわけで本日の先行情報内容は以上になります。はい、まあ、この温泉なんですけど、育成要素もそうなんですけど、やっぱり列車ってツイッターとかでも盛り上がっていることが多い、うん、そうですね、はい、まあ、活気づくかなって、この配置を変えられる機能が非常に素晴らしいかな、うん、確かに見てて楽しいですよね。はい、で今回、はい、この温泉に入った時に、はい、必ずチュートリアルがありますんで、はい、うん、その時のチュートリアルの中で、自分の持ってる好きなチャイルドを1回だけ最初にですね、はい、選んでいただいて、はい、温泉魔力を注入できますので、はい、なるほど。なのでまず湯気を払いたいチャイルドはどれかを今のうちからちょっと考えておいていただけると、ね、助かるわ。はい、はいはい、メンテナンス中も楽しいかなと思います。はい、めっちゃ迷いますね。まあ貴重なのは星5チャイルドだったりするんで、そうですね、それ入れてみたりっていう。そうですね、そうですね、メインで使うチャイルドとか、はい、その通りです。はい、はい、それでは今回の特番は以上です。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。